よし、名前から。名前からね。最近ね、佐々木咲で一発変換できるということに、咲夜とね、一発変換できひんのよね。そう、いっぱい、咲でも空になってまうから、もう最近佐々木咲って言ってる。漢字で表記されるライバーとして、表記が適当でないものを1から4のうちから選べ。もののべアリス、さくらりつき、森中かざき、まゆずみかい。なんか違和感あるんやけど。正解はちょっとパッと出てこないんすけど。もうなんか違和感がある。多分、もののべのどっちかが違う。ものこれじゃないんじゃないの？違うね。もの違う。これじゃなかった。アリスちゃんだ。2019年5月に引退した中尾あずまは当時24歳である。へぇー。2019年5月の時点で彼女より年齢が年上のライバーとして正しいもの。これ夢追いかけるでしょ。で、うちこん前、夢追いとね、ラジオしてきたんけど、その時に確か、夢追い続けて27、8、9年ぐらいみたいなこと言ってた気がするんで、夢追いかけるだね、きっと。それぞれのライバーの部活や委員会の所属について説明した文として、下線部が適当でないもの、でないものね。オッケー。高宮リオンは、フーキーに所属している嘘つけ。本当に風紀乱れてない？うん、己が。おとぎばらエラは料理サークルに所属で嘘つけよ。何？料理対決でバーガー作った時、全然切れてなかったけどね。食材。剣持とや剣道部じゃないんじゃね？剣持とや。なんかうち聞いたことあるような気がする。背負ってる、後ろに背負ってるやつ、あれ、市内のケースじゃなくて、水筒みたいな言ってなかったっけ？なんかそうやったような気がするんで、水筒、遠足部ですね、剣持とやは。名前、名ばかり剣道部。だと思います。それぞれのライバーのデビュー当時の衣装を説明した文として、下線部が適当でないもの。はい。1から4選べ。衣装を説明？はぁ、鈴鹿歌子は水色の髪の目をつけている。え？そうだっけ？ほんまひまわりは赤色のリボンつけている。え？何？ある気がする。ふひまちゃんでしょ？ついてへんついてへん。行こう。ついてたらどうしよう。嘘でしょ？同期だもの。知ってるよ。二三次メンバーを説明した文として、適当でないものを次の1位から4のうちから一つ選べ。適当でないものね。そのまみは、何これ、くさびれた和風喫茶で働く女の嘘だ。店長の趣味でメイド服を着せられている嘘だ。嘘だ。まなみちゃん、そういう和風喫茶違うでしょ。もっとプリプリのお店じゃないのか。おっぱいポロロンみたいな。じゃあ、まなみちゃんかな。なんかイメージ違う気がする。一番ハッピートリガー、グリーンルージュ、トゥインクル、いたずら組。は、ライバー間のコラボ陣などに用いられるグループ名である。これらのうち最も構成人数の多いグループとして、次の1から4。多いのね。多い。トゥインクル？トゥインクルって誰？ちょっと待って、わかんない、これ。トゥインクル。なんかトゥインクル、いっぱいいそう。なので3で。ドラヒマは、ドーラとホンマヒマワリのコラボ名称であり、この2名は、コラボグループ名、独自本社のメンバーに組まれ、この、関係を、ドラヒマ、なんだこのマーク、独自本社と表記する。は？じゃあ何言ってんだこいつ。何これ。暗号？ドラヒマのメンバーは独自本社のメンバーに含まれている。
こととしたときライバーグループの報復関係として正しいものを次の1から4のうちから1つ選べ。マジで何言ってんのか分からへん。ニンテンドースイッチ用ゲームソフトみんなで空気読み2令和は、さまざまなシチュエーションに対して順番にふさわしいとされる行動を取るゲームである。本ゲームの第50問では貧乏そうな兄弟がショーケースに置かれた自転車を見て、あ、うちも自分の自転車欲しいな、兄ちゃんに任せなさいという、あるねあるね、そういう問題。次の1から4は、椎名優香、佐々木作、おとぎ原エラ、リゼヘルエスタのいずれかによる生放送時の実況、うちも含まれるんかと、ゲーム中での対応を示したものである。椎名優香、佐々木作に該当するもん、うちに該当するもの、これ本当うちもある。あ、節子絶対これうちやあの子を節子って呼んでんのうちしかいない気がする。あ、節子うち弱虫、絶対これうちやん。わ、小野田くんおる。お前小野田くんか。うちその自転車ええやんけ、うちが風よけになってある。え、なにこれなにこれ、あかん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 、あー1位を取ってしまうあ、これ佐々木ですね、すいません、申し訳ない。11中の1から4は、シズリン先輩、ちいちゃん、ちゃいちゃい、ルルちゃんのいずれかの集計期間中の活動回数を1時間間隔で動画時間ごとに集計したものである。ちいちゃんに該当するもの、9月から11月はマジで、9月から、あ、そっか、去年か、去年の9月から11月、少ないのチャイチャイやろこれこの圧倒的やる気のなさ、チャイチャイだろきっと。みんなこんな長時間やってんの本当にまあ1でいいか、1にしよう。あ、解けました。問題は以上です。この試験、初めてです、はい、初見です。じゃあスコアを表示、目標は80点、来い、合格ライン来いうわー、あと3点だ。え、でもめちゃめちゃ好成績じゃない。あ、ですよね、笑うダメージ。あ、モノじゃなかった、ノベだったわで、夢、そう、夢追い続けてんだよ、27歳、頑張れ、諦めろ、そろそろ。剣道部だったわ水筒じゃなかった。あ、これも間違えてる、あれ赤色のリボンつけている。え、さあ、手袋黒色である、嘘だ。え、ひまちゃん赤色のリボンつけてんの、嘘だよ。あれ、これはちいちゃんの当てるやつか、どれ4、マジでめっちゃ長時間やってあるやん。これ2はしずりん先輩、4はゆきちいちゃん、じゃあ1、あ、やっぱこの頭おかしのルルちゃんなんやね、さすがだぜさすがだぜ。いや、でもめちゃめちゃ良かったんじゃないの、他にこれライバーでやってる人おらへんのかな、比べたいわ。佐々木絶対に実産人の中でもめちゃめちゃ好成績やと思うわ。これ100点取ってたら、逆にライバーが100点取ってたら気持ち悪いみたいなところありそうやけどねこんぐらいが程よく程よくいいんじゃないね、ね、全然無知より、めっちゃ知ってるよりも程よく、ま、みんなのこと分かってるよみたいなね、いいでしょ、いいとこついたよな赤ちゃん出たんや、何点やったんだろうということで、普通に負けた、ふまだまだだね、そんなんじゃ二次三次にはなれないよ、二次三次やれないと75点以上は取ってもらわないとねということでということで、見てくださった人ありがとうございました。